皆さんこんにちは。今回のトピックはユニティのプラットフォームサポートの最新情報です。今回はユニティの機能紹介ではなくて、ユニティの各種プラットフォームのサポート状況に関してニュース的にお伝えしたいと思います。まず最初にお話しするのは OpenGL ES 2.0 についてです。今年出る Unity 2023.1 で OpenGL ES 2.0 のサポートがついになくなります。今まで OpenGL ES 2.0 が使われてきた Android と WebGL の両方でサポートがなくなるということですね。ちょっと時系列を整理しましょう。2021年に Unity 2021、2021.2 とリリースしてきました。そして2022年の春、今から約1年ぐらい前に 2021.3 LTS をリリースしました。この LTS のサポートは2年間、2024年の春まで続きます。2022年も同じように 2022.1、2022.2 とリリースしてきました。そして今年2023年に入ってそろそろ 2022.3 LTS のリリースかなという時期ですね。そして2023についても同じようなサイクルが始まります。まず Android における OpenGL ES2.0 のサポートですが、これは Unity 2021.3 LTS が最後の対応バージョンになります。 2022.1 ではすでに削除されています。そして WebGL の方は Unity 2023.1 において WebGL1 が非対応になる予定です。WebGL2 が最低必須条件になるということですね。WebGL2 は OpenGL ES3.0 をベースにしているので、この移行によって WebGL における OpenGL ES2.0 の使用もなくなります。WebGL2 への移行は iOS のサファリがね、ネックになっていたんですけどね。iOS15 以降、なんとか動くようになっているので、移行に踏み切ったという感じです。ということで、Unity 2023.1 において、OpenGL ES2.0 のサポートは全プラットフォームからなくなり、LTS のサポート期間を考慮に入れても、2025年頃には全てなくなるということになります。まあなんというか、GLES2.0 はもうすぐなくなるよってずっと言われ続けてきたんですけどね。まあ、個人的には思ったよりも長く使われたかなという印象でした。次のトピックは Windows 7のサポート終了についてです。これは実際のところ影響する人は少ないと思うんですが、今年出る Unity 2023.1 において Unity エディターの Windows 7対応が外されています。まあこれはさすがにそろそろサポート終わってもいいだろうという判断ですね。そもそもの Microsoft の Windows 7サポートが終了しているわけですが、Unity エディターにおける Windows 7使用率もすでに 1% を切っていて、そこからもさらに下がり続けています。データから見てもそろそろ頃合いということですね。Windows 7のサポートを続けていたことによって、Unity エディターに内蔵されている Node.js や .NET Runtime のバージョンアップが滞っているという事情もあります。Unity エディターをより高性能に、より安全なものにしていくためにも、古いプラットフォームの対応終了は避けられないです。ちなみに Unity のプレイヤー側の対応、つまりビルドしたアプリの動作環境としてはまだ Windows 7をサポートに入れています。エディターについてのみサポートが終了になるということですね。リリースしたアプリの対応範囲については現状維持が可能です。まあ開発用のマシンはさすがにもうアップデートしてくださいっていう感じですね。Windows 絡みのトピックで DirectX12 サポートについても触れておきたいと思います。Unity における DirectX12 サポートについては長い間エクスペリメンタルタグがついた状態が続いていました。正式にサポートされた機能ではなかったということですね。ですがこれがようやく Unity 2022.2 をもって正式サポートに移行しました。DirectX12 は DirectX11 と比較して必ずしも有利というわけではないんですけど、大量のドローコールが発生するような条件下では CPU パフォーマンスの向上が期待できます。このベンチマークは極端なケースなんですけど、 Unity 2022.2 の時点でフレームレートの向上が確認できています。そして Unity 2023.1 においてはスプリットグラフィックスジョブス
というさらに並列化を高めたモードが追加されたことによってさらなる CPU 最適化が期待できます。相変わらずケースバイケースでの効能になってしまうので、プロジェクトごとでの判断が必要ではあるんですけど、ピーク性能を伸ばすための試みがいろいろ行われていると理解すればいいと思います。こんな感じで今回は Unity のプラットフォーム対応の最新情報について触れてきましたが、いかがでしたでしょうか。いつもみたいな Unity の使い方の話じゃなくて、なんというか情報番組的な感じだったので、これが需要あるのかどうかちょっと心配なんですけど、役に立ったという方はぜひ高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。